痛い。でもそんなの無理だと思って諦めてた。このほう、今の僕はあの頃にはない驚異的なパワーが。憧れの桐生一馬に。ああちょっとちょっと、帰らないで。めんどくせえな、悪いが。いいもんいいもん。それならこっちから行きますよ。ダメだ、全然歯が立たない。確かにガタイはいいが、動きに無駄がありすぎる。せっかくの力を生かせてねえと思うぞ。ですよね。僕も道場主をやっていたので格闘理論には長けているつもりなんです。でも頭で分かっていてもそれを体でうまく実践できなくて。はあ、どうすればいいんでしょうかね。まあ練習を積むか。やっぱりそうですよね。桐生さん、僕強くなったらまた挑戦させていただきます。ああ、え、まだやるのか。もちろん桐生さんに勝ちたいし、自分の格闘理論が正しい。もし桐生さんに勝って格闘理論も証明できれば、それを宣伝して超人気の道場を作ってボロ儲けできますしね。えへへへへへ、神室町に金ということで、またよろしくお願いしますね。やれやれ、また面倒なことに巻き込まれちまったぜ。